総理ですね、なんか最近のご答弁の中にはね、日本の物価高に比べれば海外なんかすごいぞと盛んにおっしゃるんですけれども、実際スーパーに買いに行ってる人がですね、いやーこの値段は確かに高いけど外国よりはまだマシなんだなーなんてね、考えてる消費者いませんよ。岸田さんありがとうなんて思ってる人いませんよ。私思うけど、そもそも日本の場合は一つは欧米人の旺盛な消費欲に比べて日本人つつましい生活してるんですよ。実際データでも企業物価指数は 10%、 消費者物価指数との差は 8% あるわけでしょ。約結局企業が値上げを飲み込んでんですよ。一生懸命企業努力として測ってる。